い、終了です。ありがとうございます。起点書ですね。どちらも強い選手ですね。なので怖い感じの方が気持ちが今大きいですね。率直に一番最初は本当驚きました。まず宇野さんと一緒に戦えるっていうことはとても光栄ですし、で対戦相手宮田さんとか柔術始める前から知っていて見ていた選手だったので、そこになんか自分が加わる感覚がちょっと不思議な感じで驚きました。なんか柔術をずっとやってきたのに、自分がこのまま総合格闘技の団体に上がるっていうのは不思議、これもまたすごい不思議な感じがしましたね。だから今回すごく僕にとっては特別な大会だと思ってます。自分が試合することに関しては人の目線とかは全然気にならないタイプですね。そこは強さですよ。分かんないです。何ですか、全日本グラップリング選手権ですよ、はい、あそこで優勝した時も僕見に来たんですけど、応援しに。やっぱすごい強かったですし、柔術はもちろん強いですけど、脳技でも強さを発揮してるっていうところで、やっぱ今回ちょっと組んでもらいたいなと思いました。でももう真面目ですね。僕結構昔からしてるんですよね。スクランブル渋谷でちょっと練習、プライベートレッスン上松君にやってた時からちょっとたまに打ち込み相手とかやってもらってたりとかして、相手になってもらったりとかして、その頃からだもんね。そうですね、実6年ぐらい。そうです、今年で高校生。あ、いや、大学で上京してきて、で渋谷に練習行った時に宇野さんがいらっしゃって、ちょっと受け役みたいにやってもらったりとかしてた頃があって、そこからの付き合いっていうか知ってたん で彼はどんどん強くなっていくのを知ってて、まあ師匠は後に控えてるんでどんどん控えてるんで、言葉なんてもう多分トイズも多分セコンドじゃないですか、近くに来てくれると思うので、またそういうところでのアドバイスとかプレッシャーがかかると思います。プレッシャー、はい、そうですね、負けれますね。はい、その辺意識される。そうですね、意識しますね。負けてもいますし、あとは、まあ、同級生っていう年代も同じ同級生なんですよ。でやっぱ彼、宮田選手の強さっていうのは、まあ、知ってますんで、その辺ではさっき最初言ったように怖さっていうのはもう十分知って、打撃があってもなくてもやっぱりレスリング のトップレベルの、ね、トップの強さを知ってますし、もうあの最初の頃はやっぱりそのレスリングっていうところであれでしたけど、なんかその今ではもう全然総合の選手ですから、サブミッションの方も全然できますんで、なんかその部分ではもう穴がないというか、むしろ強さの方が際立ってる選手だと思いますんで、組み技に関しても総合に関してもそうですけど、そういう部分では怖さがありますね。橋本選手は練習はしたことないですけど、やっぱその動きとか、やっぱその新しいあれなんモダン柔術ですか、はいはい、あの最新の柔術テクニックができる選手、若くてやっぱりそういうタイプの選手っていうのは僕やったことないので、逆にそういう部分での未知の怖さですよね。知ってる怖さが宮田君で、未知の怖さがその橋本選手なんですよ。そういう部分ではもうだから先ほど言ったように最初から怖さがやっぱりある、まあ、組まれてからはその気持ちの方が大きいです。まあ、僕と同じようにその柔術を中心に練習してるやってる人として、まあ、実績が僕よりはるかに上なのですごく意識しています。でこれまで一度も対戦した経験が、年代も年は僕の1個下で、で柔術のなんか、帯がどんどん上がっていきますけど、それもずっとそばに、まあ、同じ被ってたりもしたんですけど、一度も実際に戦ったことはないので、で今回きっと肌を合わせるのですごく意識してますし、楽しみな部分ですね。年代が近い部分でも意識されるしますね。はい、すごく
そうですね、僕がだから宮田君と一緒で橋本選手と島田君が一緒でみたいな、だからその部分ではすごくクロスオーバーする感じもあったり、すごい面白い試合になるんじゃないかなと僕は思ったんですよ、マッチメイクの。やっぱり、前回、前々回、ベルトを取った試合もそうですし、その前の勝村君と伊藤君がやった試合も、との試合もそうなんですけど、やっぱりああいうふうにグラップリングの試合で、やっぱちょっとでもお客さんをちょっとでもっていうんじゃないですけど楽しんでもらえるような試合をしたいなっていうのはあります。それはなんか、勝ち負けは正直ありますけど、なんかそういう技術的なことでもうまいなとかおすごいなっていうふうに思われるようなことができたらいいなって思いますけど、やっぱそのまた、何台したぐらいなんですかね、 3,4 台したぐらいですかね だから言うといやでもそういう人たちとやっぱりやる運命だったと思いますし、はい、橋本選手も僕前から気になってましたし、島田君も前から気になって、一緒のチームというんですけど、大きな意味のある、だからそういう部分では意味のある、宮田君もやっぱりその同級生としてやっぱりずっと意識している部分というのもありますし、やっぱ彼の強さというのも知ってますから、正直これまで見せる試合っていうのはあんまり意識したことがなくて、自分のパフォーマンスをもう勝つために最善を尽くした戦いをしてきましたけど、今回はもういろいろ今までやってきたことと違うので、タックであったり、普段充実だったらポジション取ったりしたらポイントがあってそれで勝敗が決する部分もあるんですけど、今回一本決着だけだったりそういうところがあるんで、あんまり自分のスタイル崩すとやっぱ大抵でも勝たなきゃいけないので勝敗に響いてきますから、そこは気をつけますけど、これからそういう、なんだろうな、これまで初めて挑戦するルールなので、で、宇野さんはこれまで経験してますし、このルールをそこは相談しながらこのルール用の戦い方も見つけて実践したできればいいかなって考えてます。どうでしょう、タッチの制限が決まってますんで、なんかそこの配分等も多分あるのかなとは思いますけど、内緒ですいやもうそこはもう逆に上松君ともう一度話をして、密かに思ってるのは、僕はアイドルが基本的に好きなんですけどアップアップガールズかっこ仮が好きなんですよ。で、なんかイベントでもう写真を撮るとかそういう機会がありますけど、なんか CD を買わなきゃいけないんですよ、何枚かみたいな、僕は CD を買わずにあの人たちと一回写真を撮ってみたいっていう目標があって、そういうことですね、何かしらどっかに引っかかってそういう機会に、すいません、いや全然必ず勝ってリング上でカッコ仮ポーズを決めたいと思います。宇野さんも線付けをされてあ、わかんないですね勉強してきます